都道府県対抗女子駅伝19歳不破聖衣衣来欠場決断の裏に指定コンビの大目標。すべては未来のために。全国都道府県対抗女子駅伝15日、たけびスタジアム京都発着イコール9区間42195キロの区間配置が14日に発表され、1万メートルで日本歴代3位の記録を持つ群馬の不破聖衣以来、2年イコール拓大は、オーダーから外れることになった。運を魅了した一方で、今季は怪我の影響で世界選手権、昨年7月の代表選考会を兼ねた1万メートル日本選手権、昨年5月への出場を断念。全日本大学女子駅伝、昨年10月は最長区間の5区で2年連続の区間賞を獲得したものの、全日本大学女子選抜駅伝、昨年12月を欠場するなど、指導する五十嵐俊春監督と体の状態を相談しながら出場するレースを選んできた。かねて不破と五十嵐監督が掲げる夢は、2028年ロサンゼルス五輪でのマラソン金メダル獲得。直近では1万メートルでの2023年世界選手権代表入りを目指している。ただ、五十嵐監督は昨年11月の取材で、今日できることをやっていって、いざ世界選手権の選考を迎えた時に、代表権を狙える位置にいるかどうかだと思う。そうじゃないと怪我をしてしまう可能性もある、と語っており、無理をさせない方針を示している。まだ不破は19歳。伸びしろは十二分にある。ロサンゼルスの地で満開の花を咲かせるべく、五十嵐監督との指定コンビで焦らずに階段を登っていく。中西隆史太、不破聖衣衣来、田中希実ら昨年大会を沸かせた有力選手は出場せず、全国女子駅伝15日午後0時30分号砲。菱形第41回全国都道府県対抗女子駅伝15日たけびスタジアム京都発着9区間42195キロ。第41回大会は午後0時半に号砲予定。1万メートルで日本女子歴代3位の記録を持つ群馬不破聖衣以来、拓大2年、21年東京五輪の女子1500メートルで8位入賞した兵庫田中喜実、トヨタ自動織機は、共に10日発表のエントリーリストに入っていたが、最終的な9区間のオーダーリストに名前はなかった。不破は昨年大会で群馬の4区4キロを任され、13人抜きの快走で12分29秒の区間新記録を叩き出した。その後は怪我続きだったが、昨年10月の全日本大学女子駅伝対抗選手権、宮城では2年連続で最長区間の5区9、2キロを走り、区間賞。史上初6連覇を達成した名城大の区間賞独占を阻止した。だが、年末の全日本大学女子選抜駅伝、静岡は欠場していた。田中は昨年大会で兵庫の1区6キロを走り、本職とは言えない距離ながら石川の後藤織の資生堂と競り合い、2位でタスキをつないだ。昨年は12月まで精力的にレースに出場し続けたが、岡山の小原玲、天満屋、高知の鍋島里奈、積水化学、だと同様、エントリーから外れた。昨年7月の世界陸上、米オレゴン州の女子マラソンで9位に入った松田瑞生、ダイハツは、大阪のアンカー9区10キロに名を連ねた。報知新聞社。不破聖衣衣来が全国都道府県対抗駅伝を欠場。前回大会は4区区間新記録。日本陸上競技連盟は全国都道府県対抗女子駅伝を翌日に控えた14日、オーダーリストを発表し、不破聖衣来選手、群馬がオーダーから外れ欠場することが分かりました。不破選手は去年の前回大会で4区の区間新記録をマークし、大会の優秀選手に選出されていました。不破選手は今月6日の初詣で、昨年出場できなかった世界選手権に絶対出場することが目標。12月の五輪の選考でもしっかりと結果を出したい。
と今年の目標を語っていました。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。